帰ってきたトロノモンニュースが復活し、数字的には朝8に持っていかれ、苦しい状況の闇鍋ジャーナル何らかの打開策を打つだろうと思っていましたが、その一つかなと思える企画がありました。生配信第169回、常年司&ナザレンコアンドリーが話題のニュースを深掘り解説、進行役は木村葉月。僕ら、トロノモンニュース時代からニュース解説番組やってまして、あの当時は、やっぱり陰謀論とかデマとかって左派が強かったんですよね。そこに対するカウンターとして僕ら結構やってきたんですけれども、しかしここ数年ね、コロナ禍とかロシアのウクライナ侵攻とかいう中のニュース見てますと、左翼自体が今弱体化してますけども、保守言論の方からも割と陰謀論に近いような、さっきもちょっと言いましたけど、極端なこと言ったらナザレンコアンドリーになる人物は存在しない架空の人物であるとかね。CG なんですか？もうお分かりですよね。ディープステートがロシアをとかね、これはあまりにもちょっと保守系言論ってね、僕らはちょっと行き過ぎてるものってやっぱりいろいろあるよねと、そこはちょっと僕ら的にもしっかり検証していけたらいいなと思ってまして、今回はナザレンコさん来ていただいてますし、ロシア、ウクライナ情勢から見えてくる陰謀論のメカニズムについて論じられないかなと、そんな思いがあって企画しました。とのことです。保守系の陰謀論に対しての企画が始まりました。確かにナザレンコさん存在しないは、実際に会ったり仕事したりしている人からすると陰謀論そのものだと思います。名前出していただいてありがとうございます。藤木俊一氏、健康はマッツの親友。へえ、そうなんだ。でもこれは違います。という動画でもお知らせしましたが、ネットでは根も葉もない言説、例えば健康はマッツの親友、健康の似顔絵は5万円などの嘘情報がなぜか流れてしまうことがあります。陰謀論について扱いたい気持ちはわからんでもないです。左の方の人がなんでこれ乗っちゃうかって話なんですけど、右の方の人が乗っちゃってるパターンもあるんです。ヨーロッパではね、いわゆる極右勢力と言われている連中、全部親ロ派です。え、そうなんですか？びっくり、信じられないです。全員なんだ。日本で言うと、参政党とかが可愛く見えるぐらいの親ロ派バッキバキですよね。そうです、そうです。やばいですよ。そんなの全然参政党なんかより議席持ってんだもん、ヨーロッパの場合。結構やばいんですよ、ヨーロッパ。はい。なんでこれ乗っちゃってるかっていうと、もともと手突っ込まれてコントロールされてるんで、ロシア側から。それから、それになんか乗っかっちゃってる人たちっていうのは、どういう人たちかというとね、大体ね、日本の場合は、アメリカ大統領選挙陰謀論から始まるんです。あえて言いますけど、トラドボニュースが瓦解した原因ですね。ええ。あえて言います。ここから始まって、その後、反ワクチン。ね。大統領選挙陰謀論から反ワクチンに行った人が結構な確率でロシア側のナラティブに乗ってる人が多いです。この流れですね。とのことです。常年さんの見解ではトラハチが瓦解した原因は米大統領選だったとのことです。米大統領選は2020年11月でしたが、2021年1月がトラハチのピークです。その後2021年3月に謎の数字現象があり、5月に戻ったものの少しずつ落ちていきました。いろいろな原因が考えられますが、常年司さんが降板してから数字が落ちたという見方もできそうです。個人的には、米大統領選にしても、ワクチンにしても、両方の言説が出るのがトラハチの面白さでしたが、常年さん降板以降は、全曜日が横並びの言説になってしまうことが多く、マンネリ化につながったような気がします。DHC シアター時代は、左派の方も出てきたくらいですし、コメンテーターにバラエティがあっても良かったのではと当時思っていました。今回判明したのは、山田社長仮的には考えが常年さん寄りだったことです。百田先生の言説にトラハチ全体が引っ張られていった当時には歯がゆい思いをされていたのかなと、この企画を見て感じました。朝八と闇鍋は保守言論の中でも逆路線になったので、これは住み分けになって良かった面もありそうですね。ケンカー君の言論は保守に入れてもらえるのかわからないね。また一つお利口さんになったな。チャンネル登録お願いします。明日から本気出すから大丈夫。